おや、お目覚めのようだね。おめでとう。君は適応試験に合格し、晴れて第二の人生を歩み出すことができたのだよ。そう、まがい者としてね。まあ落ち着きたまえ。君、契約書にサインをしたんだろ。本契約において、こう、我が組織が行う実験および業務において、おつなあ、これが君のことだよ。わ、いかなる行為も拒否せず忠実に協力および実行すると。対価として、こうはおつの望む希少価値の高いフィギュア、冊子、グッズなどを提供するものとする。まあ、よくこんな怪しい文面にサインする気が起きるもんだけど。ある意味前向きな発言ではあるね。しかし君は運がいいよ。人一倍欲望まみれ、物に対する執着心が強かったということか。あとの連中は全員失敗作だったんでね。そうす、所詮彼らは駆られる側の存在なのだから。そうだな。まがい者とは、人間を自らの欲望を原動力として計り知れない力を引き出せる無限の可能性を秘めた存在さ。ただ一点、少しばかり太陽の光と相性が悪いのだけが難点だがね。いわば人造吸血鬼とでも言うのかな。もちろん血を吸うわけではないけれどね。
この部屋にいる者たちも全てまがい物への改造を施された選ばれし者たちだよ。ふん、君はアルバイトに来たんだろう。なに、心配、秋葉を歩いている人間を襲い、その生命エネルギーを、何も命を奪うわけじゃない。ただ君は人間たちから奪った生命エネルギーを我々のもとへ、君の活躍に応じて望むだけの褒美を与えようじゃないか。君は間抜けそうな顔をしているが、いいだろう。不良。前夜様、ご報告が。どうした？騒々しいな。侵入者です。何者かがこのアジトに。侵入者だと。動ける。ここから逃げるわ。侵入者を取り押さえ。イエスマイマスター。やってみましょう。甘い。どっちか。どうやら大丈夫？その傷はさっき私をかばった時の。まだ意識はあるみたいだけど、このままじゃいずれやむを得ないわ。多分こうするしかもう方法がない。今から私の血を君に流し込むわ。この方法なら君は助かるかもしれない。だけどこれから先もっと苦しむことになるかもしれない。それでもいいと思うなら私の血を。すごく邪悪な思念を感じるけど、まさかね。この血は君を過酷な運命に導くかもしれない。だけどそれを変えるのは君の生き方次第。時風雫の名において命ずる。血の共鳴をもってこの者を眷属とせん。適応できたみたいね。傷も塞がってる。よかった。私は時風雫。君の名前は？よろしくね。君も聞いたことがあるでしょう。この町で人間を襲う私はその化け物、まがい物を狩る責を担っています。
普通まがいものにされたものは凶暴化し完全に欲望に飲まれてなかったのが幸いしたわ。君にはまだ理性が残っていたみたいね。いいえ、そもそも今の君はごめんなさい、なんでもないわ。さっき君の傷はそれと君の体は日光、くれぐれも首より下の皮膚を日光にさらしてはダメ。体が消滅してしまうわ。ん？君の体は良くなるまでしばらく時間がかかると思う。今日はここで、ここならすぐには見つからないと思うから、ゆっくり休むといいわ。明日には動けるようになってると思うから。起きた？起きたばかりでごめんなさい。あまり街中を無意味にうろついても仕方がないから、できれば静かなところがいいのだけど、そんな場所はない？秋葉じゃあ、